フジワランドです。さあ今日はですね、はい、成城石井さんの福袋を開封したいと思います。はい、これは誰でも買えるの？誰でも買えると思います。こちらは、ネットで予約して、奈良に今いるんですけど、奈良の、お店の方に受け取りに行きました。あ、予約したら買えるの？そうです、バイヤー厳選成城石井オリジナル商品セットという、福袋になっております。早速開封していきましょう。はい、ボタン押してね。初めてね、うん、結構ね、うん、たくさん頼んでらっしゃる方がいた感じだったな、その店舗で。うん、受け取ってる人いた、うん、他に。まずこちら、うん、成城石井リッチドリップコーヒー。あ、いいじゃん。はい、これいいですね、うん、ドリップコーヒーパパ飲むもんね。はい、そして、あ、美味しそう。うわ、成城石井トリュフドレッシング。美味しそう、美味しそう。あれ、うわ、これ絶対私好き、うん、またトリュフ。あら、またトリュフ、うん、超美味しそう。あー、好きやなこれ、うん、成城石井さんの3種のキノコのクリームソース白トリュフ風味。何前これ1でしょう。うーん、多分。あ、1人だと思う。これはナラバーが好きなんじゃないですか。あら、どうなんだろう。デューク州ブルーベリージャム。お母さんブルーベリージャム好きです。あ、好きだって。デューク州、デューク州ってわかります？デュークと言ったらサライエさんしかわかんないけど、サライエブルーベリージャムサライエじゃないからデューク州っていう種類なの？種類なんじゃない、うん、ブルーベリージャムって書いてあるもんね。うん、オレゴン州産デューク州ブルーベリー 60% 使用。結構濃ゆいんじゃないですか。結構だって黒に近いもんね。これ瓶の色じゃなくてそのものの商品の色だと思うけど、うん、ヨーグルトとかに入れても美味しいかな。あー、いいね。そしてなんだこれは、オイルか。あ、オリーブオイル。はい、スペイン産有機エクストラバージンオリーブオイル。これはちょっとあんま飲み慣れない。ん？あら、我が家ではあんまり飲まないですね、はい、こちら成城石井セーロン100、うんうん、ティーバック 100パックも入ってるってこと？ん？そういうことこれ。そうだ、100袋、セーロンティーが100袋。でも来年8月まで持つわ。相当持ちますね、うんうん、2024年8月20日まで、うん、はい、このような商品が入ってたと。ねえパパ、販売元の、販売元いい、確か世田谷やて。世田谷で予約して奈良で受け取って世田谷のものを紹介してますまた持ち帰るっていうねえー、でこれでいくら？これでね、うん、これしか入ってないよ。これしか入ってない。全部で 1,2,3,4,5,6 これ8分いってないよパパ。何、動画の心配してるの？そうだよ。それは後であなたが長寿に合わせてさ。どういうこと？だってまだ4分半しかいってないよね。8分取んなきゃいけないのに。味見するよいいや。何をね。ジャム味見してみる？ジャム味見しましょうか。これね、うん、これ商品何個だった？6個商品で、うん、3,240円。高いね。高いのかな。妥当じゃん。1個500円ぐらいか。あ、まあそんなもんか。妥当じゃない。そっか、まあそんなもんか、うん、じゃあちょっとブルーベリーデュークサラエイ州のブルーベリージャムでも試食してみますか、うん、ペロしてみる。はい、なんかにつける、うん、かったい。スプーン持ってこようか。まあ、うん、すげえか弱い女子ぶったわ。むちゃくちゃ簡単に開いた。いやいや、
これ広いのよ、蓋が。わかる？あ、これちょっとね、うん、高級な感じの香りする。いわゆるあの青旗ジャムのね、うん、匂い嗅いだ時にもう甘いじゃない、ああいうのって。そうではない。え、どういうこと？ブルーベリーの香りがすごい強い。あ、ほんとだ、ね、甘ったるい香り全然しない、うん、え、甘いのかな。超おいしい。何このブルーベリージャム、爽やか。おいしい。こんなおいしいの初めて食べた。すっごいふわっとした軽い甘さで、ブルーベリーの香りがものすごい強い。おいしい。私の好きな酸味少なめ。え、超おいしい。めっちゃくちゃうまいよこれ。これクラッカーにクリームチーズ、これ最高においしいね。なんだあの水色のクラッカー箱。水色のクラッカーなんか知らん。箱が水色のクラッカー。白で水色の有名な、ほらちょっとだけお塩ついてるクラッカー。じゃーん。めっちゃおいしい。食べますお母さん。ちょっと舐めてみる。すんごいおいしい。これでも普段ブルーベリージャム食べるでしょ。食べますよ普段。じゃあこれ置いて帰る。置いて帰ろう。それはめっちゃおいしい。トーストにするのもったいないぐらいだ。食べた。どう？おいしいな。あ、甘さがちょっと控えめじゃない？うん。どうちびやんだ。おいしい。おいしいよね。これおいしいわ。これはうまい。普通に買ったらおいくらなんだ。いや結構するんじゃない。もっと食べたい。あ、カレー残したのに。いやそれこそさ、セイロンティーにちょっと入れてもうまいんじゃない。やだ、じゃあこいつ。それは嫌ですよねお母さん、ね、そういうんじゃない、クラッカーですよね。セイロンティーにちょっと入れたら美味しいって。じゃあやりなよパパだけ。そういうんじゃないわ。なんなんこの家族。実家で孤立することあります。嫁の方に賛同してくれてるし、お母さん絶対パンとかクラッカーとかですよね。あとヨーグルトですよね、プレーンの。もう合うけど、セイロンティーにも合うと思う。いや絶対合わない。それは100杯もあるんです。飲む飲む、ね、セイロンティー飲む、うん、たまには。はい、たまには。たまにはお紅茶いただきましょう、はい、お母さんたまに飲みますって。紅茶置いていこうか。全然飲まないもんね、うん、置いていこうやつ、うん、100袋あるから。100杯分あります。来年8月まで持ちます。なるほどですよね。ねえ、このビニール、このセロさん開けたらもう香りする。ほら、あー、ほんまや、茶葉の香り。そう、うん、俺セロハンの香りのこと言うんかな。違う違う、こいつどういう取れ高を求めてるね。違うよ。紅茶の香りがするんだよ。セロハンの香りで行くと思って。セロハンの香り、シャクロバシ。違う、セロハンの香りだったらすでにしてる。あ、これはだってもう紅茶の香りだもん、セロハンがな、うん、すごいわ。ねえねえ、セロハンって言って何？どういう意味？違う、普段、うん、ほら、紅茶って、うん、なんだ、普通はアールグレイとかが普通じゃん、うん、セイロンってな。茶葉ちゃいます？種類あれやったかな、なんか、こう、焙煎のレベルの違いかな。なってさ、なってさ。だってさ、あの、緑茶も紅茶も葉っぱの一緒やって言うね、うん、ウーロン茶もなんか発酵のさせ方が違うんでしょ。発酵焙煎かな、うん、すごい
ティーってミルクティーにすると美味しいんだっけ。そうなの、うん、確かに。いや俺はブルーベリージャムをちょっと入れたら、だから入れないよ私は入れないから。あ、もう早い。あ、すいません、お母さん申し訳ない、ありがとうございます。すいません。すごいいい香り。飲まんね、ほんと普段我が家は。飲まない、うち紅茶、うん、たまにスタバでブラックティー、ああ頼むことあるけど。何ブラックティー。ブラックティーって何あれ、今もあんのかな。美味しいよブラックティー。お、濃いね色が、うん、すぐ出るね。あ、綺麗な色。もう十分かな。うん、結構えぐみ出るもんね、あまりだと、うん、なんかもう一杯ぐらい入りそうなぐらい、もったいないね。でもブルーベリー入れたら私入れないけど。何笑ってんの。そんな蜂蜜とかじゃないのが普通入れるの。ちょっとじゃあ飲んでみます、はい、うわ、すごいいい香り。ああうん、もうちょっとかな。いい香り。もうちょっと出した方がいいんだよ。でも全然。本当？絶対変だよ。お母さんブルーベリージャム溶かしてるんですけど、絶対変ですよね。紅茶にジャム溶かしてる。お忘れか知りませんけど、俺はスイカパスタの男やからな。なんかやだやだ。あれ？何これ？絶対違うよ。何これ？混ぜたのに何の味もせえへん。なんで絶対違うと思う。こんな不思議なことある？ですよね、普通入れるの。ちょっとマジで甘くもないの。甘くもない。手品ちゃうかい。本当に手品ちゃうこれ。なんか汚いだけなんだけど、ゴミ浮いてる。ゴミ浮いてるみたいなんだけど。なんで味ないから。本当だ、全然味ない。何これ。結構入れたの。入れたよね、半分ぐらい入れたよね。ゴミ浮いてる紅茶じゃん、ただの。だから普通にジャムをパクって食べてから紅茶飲んだ方が美味しいよね、だったら。うん、本当そう。でやっぱクラッカーにつけたジャムを、うん、当てにっていうの、当てにっておかしい、ない？うん、僕の大ファンだという方だけやってみてください。やんなくていいよ、ファンでも。ということで、今回はこの辺で、はい、ありがとうございました。チャンネル